もうあれを出すしかねえ。発せろ、秘技フェルミスティックバイオレンス。ラインハルト様、さすがです。やっぱりギルマスがいないと困りますね。あ、呪われし TT の錆びついた剣じゃないですか。100万分の1の確率でドロップする超レアアイテムですよ。初めて見ました。これもらっていいんですかね。当たり前じゃないですか。ラインハルトさん、ハルトさんがいないとそもそも倒せてないですもん。うんうん、ありがとう。明日また狩り行きましょうね。了解です。じゃあ落ちます。はい、おやす。もう朝の8時か。歯磨いて寝るか。毎日20時間ほどぶっ続けでゲームをしたり、仕事や学校よりもゲームを最優先したり、または生活費をゲームの課金に使ったりする人がいる。 WHO はこのようにゲームに異常なほど熱中する人をゲーム障害という病気だと正式に発表した。寝るか。俺はゲーム中毒者だ。昼の12時23分か。4時間も寝ちゃったな。早く行かないと。俺はネットゲームの世界を最優先に生きている。ゲルマさん、こんにちは。こんにちは。ラインハルトさん、この技ってどこで出したらいいんですかね。それはもっと敵を引きつけてから。この世界は俺を必要としてくれている。ラインハルトさん見て、このゲームのプレイヤーランキング総合8位ですよ。すごい。いえいえ、まだまだですよ。よし、これからは睡眠時間限界まで削ってギリギリまで課金して1位目指すぞ。裏から来てるよ、裏から来てるよ。オッケーオッケー。ゲーム中毒者はゲームにお金を惜しむことはない。モニターは3台、ゲーム用、ネットサーフィンなどの調べ物用、 LINE、Twitter、通話などの連絡用だ。腹減ってきたな、飯食うか。よし、飯はインスタント食品などのゲームをしながらすぐに食べられるものがいい。食器を洗う必要もないし、移動も最小限で済む。ジークフリードさん面白いな。もう3時か、眠いな。まだまだこれからなのに。エナジードリンク飲むか。よし、目が冴えてきた。もう一頑張りするか。ゲーム廃人はゲーム内で大きな成果を出すために全力を尽くす。久しぶりに学校に来たけど、何にもねえな。ゲーム中毒になる人は何かしらの心の問題を抱えていることが多い。例えば複雑な家庭環境や学校生活の悩み、コミュニケーション不足、誰にも必要とされない虚無感、ぽっかり空いたその心をゲームで埋めている人も多い。はぁ、眠。なんで来たんだろう。何が彼らの心を締め付けているのかを見なければゲーム依存症を治すのは難しい。ふぅ、安心する。俺はあれからゲームをやめた。やめた理由はゲームがサービス終了になったからだ。ゲームが続いていたら多分今もやっていただろう。今は五浪した大学に通って勉強している。他のゲームをやろうと思えばできたけど、なんだかやる気になれなくてやめた。それでもたまにあの世界に戻りたくなる。ちょっと遅いですよ、ラインハルトさん。みんないますよ。早くクエスト行きましょうよ。今日新クエストの配信日ですよ。新アイテム、味噌汁独身女の怨念もドロップするみたいですよ。ハルト、誰が一番早くレアアイテムを手に入れられるか勝負な。ちょっと私も混ぜてくださいよ。早く早く。あのプリント、すいません、寝てたのか。この世にはギャンブルに依存する人もいるし、お酒に依存する人もいる。誰もが何かに依存して心の隙間を埋めて暮らしているんだと思う。俺はゲームに依存した。いや、ゲームで埋めたんだ、心の穴を。今日の授業は終わり。また来てね。